日本代表のスター選手にもあった新人時代、中でもレジェンドたちが驚いた選手パート1。まず福西さんが驚いた新人は小さなミラクルボディ。ミラクルボディ、あ、誰でしょう。小さなミラクルボディ、あ、わずか15歳で J リーグ最年少ゴールを決めた久保建英。小さな体から飛び出す巧みなドリブル。福西さんが驚いたのは体幹の強さだ。トップスピードで相手に当たられても一切ブレない。J3 最初出てきたとちょっと下のイメージ。難しい浮き球でもこのボレー。アウターさえつけば。その実力が認められ名門レアルマドリードへの電撃移籍を果たした。まだね、なんかそういうすごいと思います、うん、僕小学校の頃からちょっと見てるっていうのもあって、はい、体幹一緒にこうトレーニングをね、同じようなトレーニングしてたりするんですね、うん、でその時に小学校で見た時線は細いと、はい、中学校もそうですけど、バルサに行く前に見た時にもちょっと線は細かったんだけれども、うん、姿勢は常にこういういい姿勢なんですよ。はい、はい、ってことは体幹があるからこその姿勢ですし、うん、そこにアウターがついて体が大きくなればパワーつくんで、はいはい、もう十分戦えるっていう、だからこそあのタッチができるっていう姿勢だからこそっていうのをもう見てきてるから、はい、もうパワーついたらこれはいくなって言ってもう、はい、この状況ですよ、はい、もう世界の久保、はい、うん、